日産自動車の元会長、カルロス・ゴーン被告の報酬を少なく記載した罪に問われた元代表取締役、グレッグ・ケリー被告に対し、東京地裁は懲役6ヶ月、執行猶予3年の判決を言い渡しました。東京地裁前から中継です。逮捕から3年と3ヶ月、ゆったりとした足取りで法廷に入ったケリー被告は有罪判決を言い渡されましたが、 大きなな反応ををを見見せることなく裁判長を見つめ言いいい渡しを聞いていまし聞てまた日産自動車の元代表取締役グレック・ケリー被告はカルロス・ゴーン被告と共謀して2010年度から2017年度のゴーン被告の報酬をおよそ91億円少なく有価証券報告書に記載した金融商品取引法違反の罪に問われています裁判ではゴーン被告の報酬が高すぎるとの批判を避けるために報酬を減らし 将来支払う約束をしていた未払いの報酬があったかが争点でした今日の裁判で東京地裁はゴーン被告に未払いの報酬があったと認定する一方2010年度から2016年度まではケリー被告が未払いの報酬の存在を認識していたとは言えないとして無罪としましたしかし2017年度については未払いの報酬の認識がありゴーン被告らと共謀したとして懲役6ヶ月 執行猶予3年の有罪判決を言い渡しましたまた日産自動車には罰金2億円の判決を言い渡しました判決の言い渡しはケリー被告のために通訳が入り午後も続く見通しです以上中継でした